チューニングはできたかな。そろそろ練習始めよ。あれ？どうしたんですか？これ差し入れですか？いつも練習頑張ってるからって。ありがとうございます。あ、青い飴だ。喉にいいって書いてあるよく気が利くマネージャーみたい。私青いの好きだから嬉しい。そう、ギターも青。青って綺麗なものが多いよね。空とか海とか。あ、でも海だったらこの飾り星じゃなくて人手になっちゃう。え、なんで笑うの変なの、あなたって面白い。そういえば私がギター始めた理由言ってましたっけ。小学生の時ピアノを習っていた音楽教室で偶然ギターの音を聞いたんです。すごくいい音で痺れたっていうか衝撃だったな。それからギターが大好きになっちゃって、中学生になってからは楽器屋さんによく通ってました。ギターコーナーの前でじーっと眺めてるの楽しかったな。信じてもらえないかもしれないけど、このギターは楽器屋さんで私に話しかけてきたの。私を弾いて、楽しいよって。だから弾いてあげなきゃと思ってお年玉をコツコツ貯めて買ったんです。かわいいでしょ。ギター買ってからはずっと一人で弾いてたから、まさかかすみたちとバンドやることになるなんて思ってもみなかった。もし私がギターやってなかったら、かすみたちと仲良くなってなかったかもしれないな。このギターに感謝しなきゃ。いつかこのギターと一緒に大きなステージでライブしてみたい。気持ちいいだろうな。その時は見に来てくれますよね。